はい、アレスさんとの試合、2試合終わりました。はい、3試合目が、はい、ちょっと泣きのということで、はい、アレスさんの方からぜひやってほしいということで、はい、ちょっと連続で体力がちょっとやばいかもしれないけど頑張っていきたいと思います。
アレスさんとの試合終わりました。はい、ありがとうございました。疲れたよ。疲れました。腰が痛いです。朝から東京来て、はい、ちょっといくねさせてもらったんで、結構気がね、はい、集中したんで、朝早く起きたし、ね、なんか東京に来て負けてられへんなみたいな、そうですね、なんかやる気でちょっとね、はい、あの心が疲れたというか、はい、頑張らせていただきました。なんかこれコートのあれかね、ちょっと雨降ってたんですよ。だからボールが飛びにくかったな、ね、そうそう、重かったですよ ね、 ちょっと。だから最初の方サーブとかも全然感覚が違って、うん、ちょっとオムにも久しぶりにやったっていうのもあるし、ね、だってあの公園でやった時、そうですね、カーブですよね、やった時はそうです ね、 ですね、だからオムに久しぶりでボールも飛ばないということで、はい、ちょっと調整するのになかなかなんかこう悩んだ部分もありましたけど、ね、まあ徐々に慣れてきたんで良かったかなと思います、はい。でもやっぱダブルスは皆さん、サーブとリターンがすごく大事だったなと聞きましたね、はい、でその後の展開はもう二の次というか、はい、そこが帰らなかったもう話にならないところがあるので、皆さんこの動画見ていただいて、今日結構ねサーブもリターンも返ってきたホールじゃないかなと、まあ、なんか簡単なミスはまあありますけど、うん、そんなにはなかったんじゃないかなと思うんで、全体的には評価で言ったらそんなに悪くないんじゃないかなと思いますね、はい、何よりテニスは楽しいことが大事なんで楽しみましたよね。東京でこんなことそうですね、いろんな方がテニスできて楽しかったです、はい、はい、じゃあまたこれから、テニス企画、テニス対戦企画ですね、はい、まだまだあると思いますので皆さんぜひ、お楽しみに。では